仏です。そしてどうも美容師芸人の小森ギルソンです。シャキーン。はい、今日は小森さんに仏像の髪型を完璧に作っていただきます。よろしくお願いします。はい、前回は本当にすいませんでした。何がですか？2回目なんです。2回目なんです。いいんですか、そんなわざわざ見落としさんのその株を落とす。はい、いや言わなくていいですよ。僕も初めてタレントなので初めてのようにやります。ダメです、嘘はダメです。本当に嘘が一番良くないです。 YouTube でまあまあ、はい、動画を消してしまうのも一番良くない。その方が一番良くないのかな。ヒカキンだったら多分射殺されてます。いやいや、でもそのミスは誰でもありますから。はい、それを許して次にといかにミスをしないかというのが、はい、その人間の正しく生きるこれからの未来ですから。誰よりも仏じゃないですか。いいんですよ。ああ、ありがとうございます。許されました。で、一応今日の髪型、はい、質問もうやりましょう。はい、今日は、はい、お願いします。そんな完成したふりしても完成するふりだけ上手くなっていくんですか。で、写真いただいて、僕もあんまり仏像のことわからないんですけど、今一応練習しまして写真、はい、これをもらこれは何ですか、あのワンピースの ゾロですか。ゾロじゃないです。剣を持ってるゾロじゃないんですよ。だとしたら1本足りないですし、2本か2本ぐらい足りないですし。不動明王じゃないですか。不動明王なんですか。はい、不動明王です。あのこれ愛知県豊橋市の不門寺という仏像、寺の仏像なんですけど、すっごい綺麗な方ですね。すっごい綺麗な方なんですよ。私はもうこの方の強さ、うん、そしてこの髪型のおしゃれさに憧れておりますので、今日は憧れのヘアスタイルにお願いします。何できるかな。できるかな。難しいからね。ちょっとでもこれになんとか夢を叶えたいと思います、はい、やったやったことないですが、いつも、ね、でも自力でやってるんですけど、はい、やっぱクオリティがむちゃくちゃ低いんですよ。なるほど。でもやっぱりプロの美容師の小森さんに頼めば、そんなのもあっという間じゃないかな。プロの美容師ですし芸人でもありますから、べしゃりがすごい。はい、お願いします。で、私もあのやはりより現物に近づくために、はい、お顔の方も整形していきたいと思います、うん、ありがとうございます。うぃー、回廊が消した人がこんなイエーイ。流行りのトルネード三つ編みヘアでお願いいたします。でも可愛いですよね。まずやばっ、可愛いですよね。まずやばっ、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 怖い怖い。小森ギャルソンを怒らせるのが一番怖いですね。ダメダメ。一応、はい、右をたら水が三つ編みみたいな感じですよね、はい、そうなんです。左です。左です。だからそうですよね。僕、はい、右と左を逆にそのやる感じに捉えてるんで。あ、そうですよね。だからこっちですもんね。はい、はい、そうですそうです。右を左を逆に捉えるタイプですもんね。すいません。不動明王って言えるようになったんですね。そうですね。成長ですね。成長ですね。前言えなかったですもんね。言えない不動明王って。そんな難しい4文字じゃないと思うんですけど。でもたくさんの方に。支えられて不動明王と言えるようになりました。よかったよかった。ちょっと足も一回見ていいですか。はい、はい、あ、近い。ありがとうございます。ああなるほど。顔を見てるんですか。顔を見ました。顔なんて仏像全部同じだろ。あ、なんかそういう方を前にすると私も腕が鳴りますね。僕もなりますよ。鳴らし合ってどうするんですか。違うんですよ、やっぱり違いますよ。なんでこの今回この不動明王をこういう風にこうやってもらうじゃないですか。なんでも次は不動明王じゃなくて、あの釈迦如来の髪型に例えばしてもらおうと思ったら、はい、違いに驚きますよ。同じ仏像という部類の中にこんなにも違うものがいらっしゃるんだって、驚かせてみせます。なんかいろんな髪型見せてもらったんですけど、はい、やっぱちょっと、なんかね、立体すごい人間離れしてる髪型なんで。そうですよね。仏像の流行りの髪型って、はい、そうですね、仏像の中トレンドはトレンドがそうですね、人間離れしてますね。あのなんか意味があるんですか、髪型って。この、不動明王のこの巻き髪は、はい、もともとこう綺麗に結い上げてたんですけど、
こうあまりの、 その感情の高ぶりでバーッと動き出すんですね。こうそんな動いた時の髪の毛、乱れてる髪の毛を表現してるんですよ。こう子供が線路に落ちちゃった時に危ないってこう飛び出すみたいな、自分も危ないってこう動き出しちゃうみたいな。子供が線路に落ちそうになったら危ないって行かなきゃいけないんですっけ、はい、そう、いや分かんない、その辺が僕多分専門卒なんで。そう、関係ないと学歴関係ないところで引っかかってますけど今思い出しない、この間どうやってやったっけと思って、はい、あんまやらないから忘れちゃうんですよね。そうですよね、あんまこう普段不動明の髪型ってオーダーされること、やらないですよね。本当に週に1人2人ぐらいしかいない。あー、予想よりいたわ私も、はい、不動明みたいなこう女性、誰かをこうね、こう助けてあげたいっていう気持ちが前に出ちゃってるみたいな、うん、そういう状況が不動明なんですけど、うん、はいはい、そんな人になりたいなと思いますよね。じゃあまずは動画を消さないでくださいね頭皮ブロッキングするやつですよね。はい、月にどれぐらい大仏見てるんですか。実物でなんかめっちゃ見てますよね。見てます。なんか大仏っていうと大きい仏像のことなんですよ。はいはいはい。で仏像って言ったらちっちゃい普通のちっちゃいものから大きい大仏まで全部仏像って呼ぶんですね。古仏かじゃあ。古仏、そうですね。古仏はどれぐらい、古仏も含め、古仏も含め、大仏も、古仏も含め、はい、いろいろ教えてもらえたら。なんて言いました今。はい、なんて言いました今。お仏正式に怒りますよ。正式に謝罪します。すいませんでした。はい、どういたしまして。どうですか、やっぱ金属さんのやついろいろやって反響あります。いや、反響はありますね。そうね、そうそう。高橋さん、プロデューサーが、TP さんが、ね、TP さんにより、僕も TP さんを、はい、なんか最初赤って言ってたんで、はい、写真見せてもらって、はい、なんか2回目結構暗くなってたんですよ、うんうんうん、でもなんか僕の中でなんか赤っていうのがあって、はいはい、で、まあ、あの感じにしたんですけど、はい、後から見たら、はい、全然なんかあんなに明るくなくて写真が、はあ、ははあ、大丈夫かなみたいな。たまにはやっぱありますよね。はい、ありますよね。でも結果本人がやっぱり本当に何も満足してたらいいっていうのがやっぱ一番なんで。満足されてました。してましたね。画面が出来上がりました。東京でぜひ不動明を見に行ってほしいんで、はい、高畑不動今度行ってください。はい、ちょっとぜひここまで私の髪の毛をこうやることで、やっぱ不動明王の髪型について今やっぱ日本一詳しい状況にいると思うんですよ。ぜひ本物を拝んでいただいて。どこに行けばいいんですか。高畑です。京王線乗ってればいつの間にかついてるんで。豆、はい、知識なんですけど、不動明王お顔あんなにちょっといかついですけど、体は赤ちゃんなんですよ可愛いんですよ。一緒だ。一緒、うん、小森さんも体赤ちゃん。赤ちゃん。赤ちゃん、うん、お腹ムチムチしてんの。してる。してんの。二の腕もプチプチしてんの。ちっちゃいこういうせんべい食べる。食べる。ソフトせんべい食べる。ちっちゃい、あれ美味しい。あれ美味しい。しあと2カ所ですね、とりあえず。2カ所。でもなんか奥村さん、奥村月さんともよく、そういうの見に。奥森ちゃん名前は奥森さつきさん。お礼言ってください。ありがとうって。感謝すべき出来事が起きたんですか。いやいや、だけども、はい、感謝は多分した方が良くないですか。あ、じゃあ常に奥森さつきさんに、はい、あの存在の感謝、奥森さつきの存在に感謝をしているから、はい、伝えてほしい。わかりました。あー、すごい不動明みたいだシャキーン。今日は黄色いお花を作るということで、ドンキホーテの袋を切り刻んで持ってきました。それをこう蓮の花みたいにして王冠にしたいと思います。王冠というか冠にしたいと思います。今衣装かわいいって言って、最近買ったんですよ。赤チェックのコムデギャルソンのやつで、すごい20万円しました。コモリギャルソンだから。そうなんですよ。料理で確かに買う時ちょっと震えましたよ、やっぱり。いや、それは震えますよ。買いたくて買いたくて震えるです。買いたくて震える。それは買い物中毒の症状ですね。本当にそうなんですよ。買い物依存症だと思う。でもね、おしゃれさんですもんね。おしゃれさん。
おしゃれさ。どうですか？前とか。いい感じじゃないですか？うん、いい感じだと思います。あ、いいじゃないですか。すごい。あ、あとメイクするだけですもんね。え、もう終わってますよ。よし。最後に王冠乗っけたいんで。これ黄色いハスの花のつもりで作ったんですけど、うん、全然違いますね。はい。ハスです。完成しました。イエーイ！ありがとうございます。出来上がりました。こちら、うん、今回の不動明王のヘアスタイル。ちょっとまあおしゃれ感も出して、はい、令和版。不動明王ヘアスタイリングと言ってもいいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。ここがポイントですね。前も可愛いですよね。可愛い。こういう風にちょっと大きいですかね。大きい方がでも可愛いですね、うん、大きい方が可愛い。あの今日参考にしてもらった写真の不動明王は不問寺さんっていう愛知県豊橋のお寺の不問寺、うん、不動明王なんですけど、はい、ここの円髪が大きいのが特徴なんですよ、カールが大きいっていうのが平安時代。じゃあまさにまさにですよ。仮面を受けていらっしゃる。ナムすいません。寝てましたね。いや素晴らしいですね。やっぱその大名の世界って不思議ですね。だから最終最後言えなくなってるじゃん。いやでも僕もその実物、まあはい、愛知なんで地元帰った時に不動明王をちょっと見に行ってみたいと思いました。ぜひ本当に、はい、行ってみてください。行きます。でちょっと本当に完成したもので、はい、不動明王の実際の表情とポーズの、はい、こうやってあの不動明王の持ち物は下地だから持ってきました。これ実際に不動明王ってこう剣と、はい、剣尺っていうこの紐を持ってて、サンタさん、サンタさん、そうそうそう、サンタさんのクリスマスの衣装で余ったやつです。これで、あのこれでこう投げ縄でシャッてこうとっちめて、でこの剣でやっと、なるほど、あの煩悩ですね。煩悩剣です。剣。じゃあこれあれです。背中かけときの。やめてー。あ、よし、来い。せーの。今日は本当にありがとうございました。おかげさまで憧れの不動明王の髪型、はい、こんなにクオリティ高くなることができました。ぜひともまた他の大仏でもあのチャレンジさせてください。はい、僕も結構楽しかったです。やった、はい、次はラホツっていう、ラホツさん超パンチパーマ、わーパンチパーマやっちゃいましょう。超パンチパーマ、ぜひもうパンチパーマガチでやりましょう。もしこの動画が消しちゃった場合は、はい、坊主で。そうですね。それはマジで坊主でいいと思います。はい。ありがとうございました。それでは皆さん、はい、小森さんのチャンネルと仏のチャンネルをよろしくお願いします。よろしくお願いします。ナムー。ナムー。ナムー。